コニカワ細胞、コニカワ細胞、症候細胞、またはそのまま英語で、ミクログリアは脳脊髄中に存在するグリア細胞の一種。中枢神経系における細胞の約5から20%を占めている。法定が細胞とも呼ばれる。他のグリア細胞は外胚葉由来であるのに対し、ミクログリアは中胚葉由来であり、神経幹細胞から分化する。 マクルファージ様の神経色現象を有し、神経組織が炎症や変性などの障害を受けると、ミクログリアが活性化し、病変の修復に関与する。FC 受容体、個体受容体、MHC の発現、EL-1 の分泌を行い、中枢神経系の免疫細胞としての役割を有する可能性が示唆されている。PET 検査により、 神経炎症が確認された慢性疲労症候群患者の頭部 CT 検査や MRI 検査は明らかな異常所見がなかったとの報告がある。保健診療で認められている検査では神経炎症を判別することは困難とされ、ミクログリアの活性化を評価できる PET 検査が必要であることが示された。人やマウスの脳内ミクログリアは細胞分裂やアポトーシスにより、 生涯一定の数で維持され、生涯で数回は完全に入れ替わる。41の研究をメタ解析した結果、対象762人と比較し、統合失調症患者783人は死後のオミクログリアの密度が優位に増加していた。アストロサイト及びオリフォデンドロサイトの密度は優位さがなかった。アルコールはグリアの機能を変更することにより、 脳を損傷させる。対照的に運動はグリアの過疎性と健康を促進させる。ラットをエタノールで強制使用し、グリアに対するその後の運動の効果を検証した。対象ラットは運動により内前頭、前野の,のミクログリア数が増加したが、エタノール過剰摂取ラットはミクログリア数が優位に少なかった。 阻害剤であるは、生体マウスの脳内ミクログリアを99%枯渇させる。そのマウスは行動や認知異常を示さなかった。阻害剤の投与中止から1週間以内に、新しいミクログリアが完全に再増殖た。中枢神経系のミクログリア再増殖は、ネスチン陽性細胞、神経幹細胞の増殖を介し、ミクログリアに分化する。生体マウスへ、 PLX3397 を投与し、長期間ミクログリアを枯渇させたところ、樹状突起スパインの密度が増加した。脳発達後もミクログリアがシナプス形成する証拠が示された。生体マウスへ4週間突起サイクリン 40ppm コイン餌投与した結果、ミクログリアの数が優位に激減し、樹状突起スパインの密度が優位に増加した。 胎児期18日目から出生後1日目までマウスへミノサイクリンを投与し最終投与から8時間後に検査したところ検査した脳組織の全領域で細胞死、アポトーシスが10倍以上に増していたほとんどの領域でミクログリアマーカーが増加していた生後3から5日年への投与においても類似の作用が見られた青年期の姿勢ラットへ デルタ THC や MDMA の慢性投与は、ミクログニアマーカーの割合を減少させた。優性ラットにおいては増加させた。思春期に大麻を長期乱用すると、脳の成熟が損なわれ神経発達障害の傾向になりやすいと示されているが、この関連の基礎をなす、神経生物学的なメカニズムのタイプは不明であった。思春期の姿ラットへ、 デルタ THC 慢性投与で誘導される長期間の認知障害とミクログリア活性化の因果関係を示す証拠が提示された。ミクログリアの活性化を阻止することで青年期の短期、記憶障害を優位に減弱させ、ミクログリア上のカンナビノイドに需要体の増加を防止できた。多くの神経変性疾患は CB2R の増加が見出されている。 と関連する有害作用にミクログリア及びアストロサイトの変化が与し得ることを示唆する最近の全臨床的な証拠がある。神経食現象とは、エシした神経細胞を除去する目的で、細胞周囲及び細胞内にクリア細胞が集合する現象。ウイルス感染や中毒などで認められる。イソアルファーさんはミクログリアを活性化させ、 アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイド β タンパク質の蓄積を抑え脳内の炎症を抑制する。ミクログリアの活性化は炎症性サイトカインを放出し細胞障害を着地する。それは脳内の炎症であり神経変性や中枢神経系の炎症等を引き起こす。重症の慢性疲労症候群では脳内ミクログリアの活性化による 神経炎症が起こっていた。神経元性疼痛の病態として、ミクログリアの活性化が引き起こされる。トレーサーとしての放射性リガンドである C を用いた PET 検査の結果、喫煙者は、喫煙者よりも C-1106 結合が全体的に少なく、ミクログリアの活性化が少ないことが示された。それは、喫煙者と比較して喫煙者は、 炎症機能が損なわれていることを示す先行研究と一致していた。スポの放射性リガンドである CPBR28 を用いた PET 検査の結果、アルコール依存症の個体は脳内のミクログリア活性が低く、対象と比較して2部位炎症応答を示した。ミクログリアはカンナビノイド一受容体とカンナビノイド二受容体を発現し、CB2R の刺激は ミクログリアの活性化を抑制させる。一般的に、神経保護とは、神経細胞の障害や死滅を抑えることを指しており、随症、ミエリン症の形成を指してはいない。マウスへ THC をアマン性投与すると、小脳のミクログリアが活性化した。投与中止後5日目に、小脳の CB1R の発現が減少し、CB2R の発現が増加していた。 その時ミノサイクリンを投与すると、ミクログリアの活性化が阻止され、CB2R の発現が増強された。THC は、ミクログリア上の CB2R アゴニストとして採用し、ミクログリアの活性化を抑制する可能性がある。ミノサイクリンの神経保護作用は、CB1R アンタゴニストによって阻止された。ミノサイクリンによるミクログリア活性化の抑制は、 エンドカンナビノイドシステムの関与が実証された。合成カンナビノイドである、は、アミロイドベータタンパク質による、ミクログリアの活性化を抑制し、神経毒性から保護する。ミクログリアは、統合失調症や不安及び、ストレス関連障害などの精神障害に影響する。うつ病が、ミクログリア病であり得ることを示唆する根拠が示され、うつ病治療の標的は、 ミクログリアに発現している CB にあると差し示された。インターフェロンの副作用の一つであるうつ病の原因は、イエフェニアルファーが脳内のミクログリアを活性化し、海馬の神経申請を阻止するためとの報告がある。HPV ワクチン、ガーダシルを注射したマウスの免疫組織科学分析では、海馬の CA1 領域において、ミクログリアの活性化が明らかとなった。 それは、アジュバントのアルミニウムによるものと示唆された。EFNα 誘発性の抑うつは、ミクログリアの活性化を抑制する薬剤で、改善できるかもしれない。マウスの実験では、EFNα 誘発性の抑うつ行動が、ミノサイクリン処置で抑制された。ミノサイクリンは、EFNα 誘発性うつ病患者の治療に、有望な薬剤と示唆された。 ミクログリアの活性化を抑える薬剤は慢性疲労症候群の特効薬として開発が始まっている。塩化アルミニウムは神経毒として確立されている。ウサギでミクログリアの活性化を抑制する作用などが示唆されている。ミクログリアの活性化を促進させる可能性がある薬剤。潜在的にミクログリアの活性化を抑制させる薬剤。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。